ウアーマンハッタンへようこそ。世界一有名な街、その心臓部です。ここで成功できるならどこへ行っても成功できるでしょう。普段は車と歩行者でいっぱいのエリアですが、全速力でレースを行うため今日は通行止めになっています。この街の起伏の激しさは世界有数ですね。準備はいいでしょうか。いよいよレース開始です。ドライバーの視界にはロウアーイーストサイドとブルックリンを結ぶウィリアムズバーグ橋が見えることでしょう。かつては世界一の長さを誇る吊り橋でした。記録が破られた今も重要な幹線道路であることに変わりはありません。有名なタイムズスクエアの巨大ビルボードが見えてきました。大晦日のセレブレーションに何度か来ていますが、こんな場所は他のどこにもありません。スピードツアーの素晴らしい幕開けとなりましたね。最高のレースでした。ツアーはまだまだ続きます。どうぞお楽しみに。